デンハーグは、北海沿岸に位置する、オランダ南ホラント州の基礎自治体であり、同州の州都。事実上のオランダの首都で、アムステルダムとロッテルダムに次ぐオランダ第三の都市でも、ある。スターテンヘネラールと称される、オランダ議会の議事堂が所在している。議事堂の他に、王室の宮殿、中央官庁、各国の大使館などが置かれており、ほぼ全ての首都機能を担う。 国内政治の中心都市である。その他にも、国際司法裁判所や旧ユーゴスラビア、国際戦犯法廷、国際刑事裁判所等の重要な国際機関が、複数置かれ、平和と司法の街とも呼ばれる。一般に首都とされているアムステルダムは、憲法において、首都と規定され、かつ王宮も存在するものの、歴史的に、首都機能は、ハーグが担ってきている。 イングランド王ジェームズ2世が亡命してきたり、逆に、オランダ王ウィレム2世をイギリスへ亡命させたりした、緊密な英乱関係を象徴する都市である。ロイヤル・ドッチ・シェルの本社がある。北海に面した郊外に、行楽地であるスヘフェ人間がある。1900年頃の騎士の館オランダ語の名称には、デンハーグとエス・グレーブンハガの二つがあり、 白尺の生け垣を意味する校舎が正式名称で、これを略した前者が通常を用いられる。日本語での表記、ハーグは、デンハーグの語尾、ジーに相当する文字がないために、英語風の読み方で定着したものと思われる。なお、古い時代の記述には、英語の発音に習って、ヘーグと書く例も存在する。また、フランス語では、ラヘ、スペイン語では、ラハヤ、 英語では、ザ・ハグへと表記される。このように、デン、ラ、ザといった頭文字が大文字の定冠詞をつけ、さらにその後に続く名詞の頭文字をも大文字にすることによって地名であることを示す表記法が、監視を有する西洋、南欧諸語等の慣例である。1868年のデンハグホフ池と、 国会議事堂メディアを再生する1921年には、皇太子、広人親王が訪問した1230年、ホラント博、フロリス4世は狩猟の場とするために、ホフ池の沼に沿った土地を購入し、住居を設けた。1248年、ホラント博ビレム2世がそれを宮殿に改築する、工事に着手した。1256年、ビレム2世は、 完成を見ずに死亡するが、工事は、ホラント博、フロリス5世によって、部分的に完成された。ビネンホフにある騎士の館がそれである。15世紀初頭ブルゴーニュ港が、ホラント一帯を治めると、オランダ総督を任命し、統治を委ねたが、総督はこの地を政府とした。80年戦争が始まると城壁がなかったために、スペイン軍に容易に占領を許した。 1588年には、ネーデルラント連邦共和国の政府が置かれた。1608年によりこの地で80年戦争の和平交渉が行われ、翌1609年にアントウェルペンで休戦条約が成立した。1806年、ルイ・ボナパルトによってハーグは死に昇格された。ナポレオン戦争後、ネーデルラント連合王国が誕生すると、 その首都はブリュッセルとハーグの2年ごとの持ち回りとなったが政府は常にハーグに置かれた。1830年ベルギーが独立すると首都はアムステルダムとなったが政府はハーグに置かれたままとなった。1899年と1907年にはバンク平和会議が開催された。第一次世界大戦後。 常設国際司法裁判所が設置され、第二次世界大戦後の国際司法裁判所に引き継がれた。1929年8月6日から31日にかけてヤングアンをめぐる第1回国際会議が開かれた。翌年に第2回が催され、ドイツはヤングアンを受諾。連合国はラインラントからの撤退に同意した。 1929年2月11日すでにパリでヤング委員会が開かれていた。1974年にはフランス大使館で日本赤軍によるハーグ事件が発生した。オランダとフランスは屈辱的にテロリストの要求を飲むこととなった。行政区デンハーグ基礎自治体には以下の行政区がある。国際司法裁判所が設置されている。 平和宮国際刑事裁判所ハーグには150もの国際機関が存在するが、平和、司法の国際都市となった基礎は1899年と1907年に開かれた万国平和会議である。この結果、世界初の国際紛争処理機関として常設仲裁裁判所ができた。それから間もなくヨネ光ミツヨシアンドリュー・カーネギーが資金を、 提供して平和軍が建設され、PCA の建物となった。国際連盟ができると、ハーグに常設国際司法裁判所が置かれ、第二次大戦後は、国際司法裁判所となった。1981年のイラン、米国紛争法廷、1993年の旧、ユーゴスラビア国際戦犯法廷、2002年の国際刑事裁判所などの設置によりハーグは、 国際法律問題調停の地位を確立していった。現在、ニューヨークに次ぐ国連都市であり、国際会議の中心地として重要性が高まっており、ハーグ市では、法律の世界首とそして、平和と司法の国際都市としてのブランド化を目指している。スヘフェ人間のクールハウスホテルもよりの主要空港は、アムステルダムスキポール空港である。デンハーグ HS 駅より鉄道で、 約30分である。市内中心部まで高速道路 A12 が乗り入れている。この道路は、途中から、欧州自動車道時 E30、E35 となり、ユトレヒトを経由して、ドイツのオーバーハウゼンまで伸びている。また、デンハーグ郊外のインターチェンジで A4、A13 と接続しており、アムステルダムやロッテルダムへ直通できる。オランダ鉄道の主要駅である。 デンハーグ中央駅とデンハーグ HS 駅が市内中心部にある。デンハーグ HS 駅はアムステルダムとベルギーのブリュッセルを結ぶ幹線路線上にあり、アムステルダム中央駅、スキポール空港駅、ロッテルダム中央駅、ユトレヒト中央駅へ10分に1本以上のパターンダイヤで列車が走っている。ブリュッセルへは1時間に1本、また、 パリ北駅への高速列車タリスもこの駅に停車する。ありがとうございます。